利尻リリ山は、北海道の利リ尻リ島に位置する、独立法で、標高1721メートル。利リ尻リ町、利リ尻リ富士町の2町にまたがる、清掃火山で、利尻霊文ベ別国立公園内の山域は、特別区域に指定され、日本百名山、新日本百名山、花の百名山及び新、花の百名山に選定されている。国土地理院では、 利尻山という名称が付けられているほか、利尻岳、利尻富士、利尻火山とも呼ばれる。高山植物が生息し、夏季は多くの登山客が訪れる。約20万年前から活動を行い、約4万年前頃に現在の形に近いものとなった。南山陸で8000から2000年前以前に起きた噴火でマールやスコリア級を形成して、以降、 活動を休止し火山活動を示す兆候はない。活動を休止してからの期間が長いため、山頂部を中心に侵食が著しく進み、河口などの顕著な火山地形は失われている。したがって火山の内部構造を観察できる。最北端の名水百戦管路潜水管路潜水は、利尻登山道の一つの押し止まりコース三合目付近に湧き出る湧水である。 水温は、通年約5.5度で1985年環境省により、日本最北端の名水百選に選定された。登山者の水場や簡易水道の飲料水などとして利用されている。頂上は、北方と南方に分かれているが、最高峰の南方への道は、崩壊が進み危険なため、一般登山者は北方を頂上とみなしている。静壁、銅壁、 南両、戦争資料が、ロッククライミングの対象となっている。晴れた日には、南北の頂上から、利リ尻リ島のほとんど全域と、レブン島、稚内市から、留萌市付近までの北海道本島の海岸線、東北、東欧の山々や、カラフト、カラフトの南西に位置する海、馬島などが見える。また、理論上、ロシア沿海地方の山脈が見えるとされているが、 2013年、現在のところ、これを証明する、写真等の撮影、公表はなされていない。登山道は、利尻富士町押し止まりの利尻北六八重城より登る、押し止まりコース、利尻町靴型の見返り大園地より登る、靴型コース、利尻富士町鬼脇の林道より登る鬼脇コースがある。押し止まりコースは最も多くの登山者が利用するコースで、 登山道の最初には、名水百選に指定されている、観路潜水の湧水もあり、ルートも整備されている。靴型コースは5号目まで車で登れるため距離は短いが、しょいコ投げの難所や、崩落地をトラバースする、親淵し淵などがあるため上級者向けと言える。鬼脇コースは、崩落が激しいため、7号目以上が立ち入り禁止となっている。コース中に、 トイレはないが、押し止まりコース、靴型コースには携帯トイレを使用するための専用ブースが設置されている。携帯トイレ自体は各自で持参し、使用後は持ち帰る必要がある。リシリ山は軟弱な火山噴出物からなる山体であることから、近年の登山客の急増に登山道が耐え切れず、場所によっては歩道が侵食され、 周囲より3メートルも低下する状況が見られる。利尻山登山道等維持管理連絡協議会はマナーとして携帯トイレを使う、ストックにキャップをつける、植物の上に座らない、踏み込まない、の3点を利尻ルールとして登山客に呼びかけている。ありがとうございます。